さあ今、ゲートオープンしていく。ゲートの前、11番、サードリーも2番手についているのは、山田康生さんか、康生さんに。2番手から1番、クリスポンディーか、それ以上に、バンモカが2番手から、ゲットの1回と増やしながら、2番手に康生、3番手に畑は、バン、山田、早川順番に2番手、入ってくる、最終コーナー、ここに1回出てくるのは、 2番目から先頭を取られた早川、ゴールアウトの押し合わせ、バッポから1番手の連続、2番手のレッテンナンバー42の8番の山下修太、最終コーナーで転倒しまった早川、アクセスしてやすそうな河村がゴールライン通過してきます。そして山田康生も転倒してしまったが、なんとかバイクを担いでゴールラインまで通過。